皆さんこんにちは。 DC スウェルワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロイヤルこと文谷です。同じくサポート担当のレックスです。ハジリフシャープ03、イエーイ、よいしょー。というわけで今回はロビー画面の解説をします。はい。とその前にハジリフの紹介です。ハジリフとはゼロからワイルドリフトを始める方や e スポーツ観戦をする方に向けた入門動画です。また初心者向けコンテンツも発信しています。概要欄にハジリフ再生リストがあるのでぜひチェックしてくださいね。前回の続きからスタートするから見ていない人はシャープ02もチェックしてね。また動画でわからない部分があったらコメントやビビロイヤルレックスのツイッターまで質問待ってます。それでは早速本編に行きましょう。こちらの画面がロビー画面です。ロビー画面から試合に移動したりチャンピオンを購入したり様々なことができます。画面上部に表示されている青色のアイコンと数字があるよね。これはブルーエッセンスというゲーム内のお金です。ブルーエッセンスを使用して新たなチャンピオンを購入することができます。隣に表示されているのはワイルドコアという有料の課金ポイントになります。ワイルドコアはチャンピオンの見た目を変更するスキンやプレミアムワイルドパス、エモートの購入等が行えます。左側のワイルドリフトガイドをタップするとワイリフガイドに戻れるよ。ワイリフガイドに従ってゲームを進めていくと様々な報酬が獲得できるのでゲームを始めたての君はワイルドリフトガイドをクリアしていくことを目標にしましょう。ワイルドパス、いわゆるバトルパスと呼ばれるものでゲームをプレイしミッションをクリアすると報酬が受け取れます。有料のプレミアムパスを購入すると限定スキンや豪華アイテムが追加でもらえます。ミッションは毎日行うデイリークエストのようなもので達成することによってブルーエッセンスや経験値がもらえます。左上にアイコン、自分の名前、経験値、レベルが表示されているのね。アイコンをタップすると自身のプロフィール画面が表示されます。概要では自身の名前やレベル、最近プレイしたチャンピオン、現在のランク等が表示されます。さらにアイコンをタップするとプロフィールの見栄えをカスタマイズすることができるよ。ミニプロフィールのカスタマイズをタップするとアイコン、アイコンボーダー、プロフィールボーダーを変更することができます。バックグラウンドを編集をタップするとプロフィールの背景に表示されるチャンピオンを変更することができます。プレイヤーエンブレムを編集をタップするとプレイヤーエンブレムを編集することができます。プレイヤーエンブレムは自身のランクを上げたりギルド活動をすることによって入手することができるよ。自分だけのプロフィール画面を作ってみましょう。次に対戦履歴をタップしよう。自身の参加した試合の履歴を見ることができます。30選を押すと細かい戦績を見ることができるんだぜ。矢印マークをタップすると試合のリプレイを見ることができるよ。試合のリプレイは配信パッチが当たってしまうと削除されてしまうから注意しよう。最も多くプレイは自身の試合で最も使用したチャンピオンの数と勝率を見ることができます。自分の得意チャンピオンや勝率の高いチャンピオンをチェックすることができます。データは試合の統計データを確認できるよ。ランク戦、AI 戦、ランクのシーズンごとなど様々な条件に絞って KDA、流弾性参加率といったプレイヤースキルの指標データを見ることができます。実績はレベル8から解放されるコンテンツとなってます。特定の条件をクリアすることで実績ポイントをもらうことができます。実績ポイントを貯めるとボーダーやワードスキンなど様々なアイテムを取得することができます。親しいフレンドは親しいフレンドの確認や申請を行うことができます。フレンドになったプレイヤーと一緒にプレイし100フレンドシップポイントを達成すると親しいフレンドになることができます。ロビーに戻り左下のお金マークをタップしてみよう。ここはストアと呼ばれチャンピオンやスキンを購入することができます。ブルーエッセンスが貯まったら新しいチャンピオンを購入してプレイしてみよう。チャンピオンスキン設定、ここでは所持しているチャンピオンを確認できるよ。また鍵マークがついているチャンピオンはフリーチャンピオンと呼ばれ
毎週10体ランダムで選ばれたチャンピオンが無料で使用することができます。フリーチャンピオンで試してみてから気に入ったチャンピオンを購入してみよう。ランク戦ではフリーチャンピオンは使用できないので注意が必要です。またチャンピオンをタップするとスキルやどのようなチャンピオンが確認することができますので、気になったチャンピオンがいたらぜひぜひ確認してみましょう。スキンは所持していないスキンも確認することができます。所持していないスキンをタップすれば見た目が確認できるので、購入前に確認してから購入しましょう。パーソナライゼーションはゲーム内の様々な見た目を変更することができるよ。イコールのエフェクトやデスした後に表示されるパープル、マップに表示されるエンブレムなどなど、自分だけの見た目に変えることができるので、イベントなどで手に入ったらカスタマイズしてみよう。してみよう。エモートは試合中に表示できる感情表現の一種だよ。ここで試合中に使用するエモートを設定します。エモートはショップやイベントで手に入れることができます。剣のマークをタップしてみよう。ここではロードアウトが設定できます。ロードアウトは各チャンピオンごとにビルドアやルーン、サモナースペルを設定することができます。左下のプラスから設定したいチャンピオンを選択して設定しましょう。といっても何を設定したらいいかまだわからないですよね。右下の推奨をタップし、トップ3プレイヤーが使っているロードアウトを設定してみましょう。慣れてきたら初心者向け動画やサイト、大会を確認してロードアウトを自身で設定してみましょう。メダルマークをタップしよう。フレンドリスト内のランキングやアーバーランキング、チャンピオンごとのランキング、ギルドランキングを見ることができます。このランキング上位に乗れるように一緒に成長していきましょう。いきましょう。四角いボックスマークをタップしよう。ここでは自身の持っているアイテムを見ることができるよ。任意のアイテムをタップし、右下の使用をタップすると消費することができます。チュートリアルでもらえるチャンピオンセレクションチェストでは、好きなチャンピオンを1体受ける取れるので、気になるチャンピオンをゲットしてみてね。リストのマークをタップしましょう。ここは先ほど説明したミッションと同様の内容が表示されます。使いやすい方からミッション画面に飛ぼう。人のマークをタップしよう。ここはギルド画面です。レベル5になることで解放されます。ギルドに参加したり作成することができるよ。所属しているギルドのレベルが上がると様々なアイテムがもらえるので、解放されたら早めにギルドに参加してみましょう。右上の人マーク、もしくは右側のアイコン一覧からフレンドリストを開くことができます。フレンドをタップするとフレンドのプロフィールを見ることができたり、チャットを送ることができます。また右上のプラスを押すことによってフレンド申請を行うことができます。フレンドを送信する場合はプレイヤー名だけではなく、シャープの後に表示されるライオット ID も必要なので注意してください。右上の歯車をタップすると設定を開くことができます。設定ではゲーム内の様々な設定を変更できます。おすすめ設定は次回紹介予定なので、アジリフシャープ04をぜひぜひチェックしてくださいね。右上のメールマークをタップすると通知を受け取ることができます。スキンのプレゼントやゲーム運営からのお知らせが表示されます。アクティビティ、右上のチェックマークをタップすると次の目的が表示されます。慣れてくるに従って使用しなくなりますが、初心者のうちはこちらを確認して、表示されているチュートリアルのクリアやミッション達成を目指しましょう。右下のプレイをタップすると試合の準備を行うことができます。まずはモードの選択をしましょう。初心者のうちは AI 戦を行い、慣れてきたら対人戦を行いましょう。練習したい場合はトレーニングもありますよ。またトレーニング画面からチュートリアルを行うこともできます。レベル7になるとランダムミット、レベル10になるとランク戦が解放されます。またカスタムでは自身で対戦部屋を作成することができます。フレンド10人と5対5に分かれて試合する場合や大会で使用するモードになってます。モード選択画面の右上をタップするとリフトガイドが表示されます。
タワーや中立モンスターについて簡単な解説が載っていますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。今回はロビー画面について解説しました。次回はプロゲーマーが教えるゲーム内設定を予定しています。この動画がためになった、次回の動画も気になるなという方は、チャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローお願いいたします。お願いします。また今回一緒に解説してくれたレックスも YouTube や Switch でライブ配信を行ってます。概要欄からチャンネルをチェックしてみてね。それでは次の動画ライブ配信でお会いしましょう。バイバイ。